まだ見えてこないな、地上は。そうね、彼方が無事だといいのだけれど。ユナとビシャスもな。うん、ユナのことも心配。わざわざビシャスを省くな。お腹すいたね。さっきも言っていたな。ねえイージス、あそこに生えてる派手な色のキノコ食べられるんじゃないかな。大丈夫、火なら私がしっかり通すから。さ、安心して召し上がれ。だから俺を毒味に使おうとするな。派手な色の時点でお前も察してるだろ。いろいろと確かに危険性はあるかもしれない。だけど食べられる可能性はゼロじゃないと思うの。だったらかけてみない？そのわずかな可能性を信じて。賭けの対象が俺の胃袋でなければ実にいいセリフだ。なあミゼラ、お前は一体俺のことを何だと思っているんだ？私の胃袋を守る騎士？守る範囲が狭すぎる。その声、そこにいたか、裏切りの騎士イージス。ミガスメグールの騎士団追ってきていたのか。イージスが騒ぐから気づかれちゃったね。でも大丈夫、あのくらいは朝飯前ならぬ毒キノコ米よ。食べないからな。ここは魔物も多いのに騎士団までいるなんて。カナタ大丈夫かな？すごく心配。カナタだってここまで立派に戦い抜いてきたんだ。そこまで心配することでもないだろう。と、そんなことお前に言っても無駄なのだろうな。うん、よくわかってるじゃない。その過剰な思いやりを少しは俺や他の仲間にも向けてほしいものだが。うん、それはちょっと心外。私はイージスのことだって十分気にかけてるのよ。そうは思えないが。イージスにはね、もっともっと強くなってほしいと思ってる。優しくて強い立派な騎士になってほしい。そしてカナタをそばでずっと守ってあげて。それができるのはきっとイージスだから。そばでカナタをか。その役目はお前じゃなくていいのか？私はきっとダメだって。カナタが罪を犯してしまったのは私のせいだから。私がそばにいたらまた同じことが起きるかもしれない。正しいはずのカナタが間違ってしまうかもしれない。だから。ミゼラ、誰だそこにいるのは？待ってください、私です。エレノア、それにソニア。ナッシュを見て気になってはいたが、なぜお前までここに？その子たちを村に送っていくんじゃなかったのか？そのつもりでした。しかし隙をつかれナッシュに逃げられてしまって。ナッシュはどうして逃げたりしたの？あなたたちを追っていったんだと思います。何か腑に落ちない、納得できないといった顔をしていましたから。しかし一人では危険だと思い、私たちもナッシュを追ってきたんです。地上は戦の気配がしましたから、この洞窟を抜けて上に出ようと思っていたのですが、まさかここで会えるとは。でも私たちもナッシュとはぐれてしまったわ。とにかく今は地上を目指そう。はぐれた他の仲間がナッシュと合流しているかもしれないしな。そうですね、付き合わせてしまってごめんなさい。ソニアもそれでいいですか？うん。この洞窟は魔物も多い。はぐれないように集団行動を心がけろよ。承知しました。油断なきよう慎重に進みましょう。道が険しいですね。大丈夫ですか、ソニア？うん、私は平気です。無理はしないで、疲れたら休めばいいから。ごめん、私になんか気を使ってほしくないよね。ミゼラでいいんだよね、あなたの名前。え、うん。あの時言ってたこと
目を開けてもいいって。本気だったの。ええ、本気だよ。どうしてそこまで。彼方のために、なんでそこまでできるの？私は、彼方への憎しみをどうやったって消せない。大好きなお父さんを殺したのは事実だから。なのに、あなたは。話の腰を折って悪いが、まずはここを抜けるぞ。この先は、広い空間になっているようだ。地上まで繋がる場所だといいのですが。なんだここは。洞窟のはずなのに、妙に空気が澄んでいるというか。おそらく、周辺に生えている植物の効果ですね。あそこに生い茂っているのは、傷を癒す効果の薬草です。その成分が空気中にも充満しているのでしょう。癒しの空間か。ちょうどいい。ここで一息つこう。何この気配。とても大きくて、邪悪な。どうしたの？ソニア。あっちに、何かいる。様子を見てきます。これは。こいつは、地上で戦った。そんな、カナダが倒したはずなのに。あの時致命傷は負ったはずだ。だが、そうか。この場所に落ちたことで傷が癒え、一命を取り留めたのかもしれない。気づかれた。カナダ。憎い。お前が。カナダ。どうして人間の言葉を。エレノア、ソニアを連れて下がって。ここは私たちが。傷を負っているとはいえ、俺たちだけでやれるのか。いや、やるしかない。行きましょう、イージス。カナダ、憎い。カナダが憎い。ナッシュの心の声、まだ憎しみが残っているなんて。貫け気泡の刃。一撃必殺、エンデッドピアス。やはり戦力がこれだけだわ。イージス、ソニアたちを連れてここから離れて。この魔物は私が一人で。何を無茶な。一人で何とかできる相手じゃないだろう。いいから早く。カナダ。カナダにあだなす者は私が止める。今ここでブラッドシーン火力全開放。よせミゼラ、これだけの力を使ったらお前の体も。覚悟の上だよ、ミゼラ。ごめんね、ソニア。根をあげるって約束果たせなくて。だけどきっとあなたにも分かる日が来る。彼方の尊さが。だからどうか。よせミゼラ。ミゼラ。
の火力でほとんど無傷だなんて。だったらもう一度。やめろミサ、今度こそ死ぬぞ。それでも、え、これは、この光は鉱石が光っているのか。だがこの光はまさか心眼の魔導石の。何が、ミゼラ、鉱石の光がミゼラを包んでいる。何が起ころうとしているの。辛いよ、苦しいよ。え、まさか今のはミゼラの内面の声。彼方が罪を犯してしまったのは私のせい。私がいるせいで彼方が決めれてしまった。どうすれば彼方は許されるの。私が報いを受ければ彼方の罪は消えるの。私が傷つけば、私が朽ち果てれば、私が灰になれば、私が串刺しになれば、私が犯されれば、私が枯れて散れば、私が死んで消えれば、彼方を許してくれますか。ミゼラ、あなた。これがミゼラの。ふざけないで。ソニー、あなたが死んだってお父さんは帰ってこない。彼方の罪が消えるわけないじゃない。傷ついた分楽になって、許された気になって、そんなのごまかしよう。あなたの目なんていらない。身勝手な事象に私を巻き込まないで。私は、でも私は他にどうしていいかわからないの。ミゼラ、お前のそれは逃げだ。逃げるな。罪は消せない。今さらカナタを汚れる前には戻せない。だがそれでもカナタの正しさを信じるのなら、お前がその正しさを支えてやらなくてどうする。カナタの騎士になるだと。そんな役目はごめん被る。お前が生きて守るんだ。これから歩んでいくカナタの正しい道を。私が守る。カナタ、お前が。罪は消せない。うん、その通りだね。それでも、たとえ一度は汚れたとしても、カナタはこれから正しく生きる。そしてきっと多くの人を、世界を救い照らすはず。何よりも大きな光となって。私がその光を守ってみせる。この力は、メイシュ、私のせいで死んでしまった。この身も罪で汚れている。だけど今なら思える。汚れたまま、罪を背負ったままでも彼方の力になりたいって。だから、ブラッドシンが変化した。これがアイビスの言っていた力の解放なのか。やれる、この力なら。火力全解放、怪人と化しなさい。エルフラムクラスト、私が彼方を絶対に守る。今度こそやったか。ミゼラ、インチス、怪我は？俺は大丈夫だ。ミゼラ、ソニア、え？
あなたがカナタを憎む気持ちは正しい。けど、それでも、私はカナタを守るよ。今はそれしか言えない。ごめんなさい。何も人を大切に思えるなんて、彼方はそれほどの価値のある人だってこと、私も知りたい。もっと彼方のことが。